第26回主要国首脳会議は2000年7月21日から23日まで日本の沖縄県名護市の万国新療館で開催された主要国首脳会議20世紀最後のサミットであり日本初の地方開催のサミットでもある通称沖縄サミット九州沖縄サミット九州サミット沖縄サミット出席の各国首脳左からジュリアーノ・アマート トニー・ブレア、ウラジー・ミル・プーチン、ビル・クリントン、森・吉郎、ジャック・シラク、ジャンク・レティエン出席首脳の一覧日本で開催されるサミットとしては初めての地方開催であり、札幌、千葉、横浜、大阪、広島、福岡、宮崎、沖縄の8つの地域が立候補した。最終的に開催地に選ばれた沖縄は最後発の立候補地であり、 一番不りと見られていたほか、直前の報道でも、福岡や宮崎が有力とされ、実際に沖縄に決まった時には、正直言って諦めていたという本音が、関係者から出たくらいだった。沖縄が開催地に決まったことは、大逆転と報道され、大きな驚きを与えたが、沖縄が歴史的に苦痛を味わった点や各界を挙げての熱い。 要請行動があったことなどを指摘した上での沖縄開催の決定は沖縄はもとより全国の報道機関等からも小渕総理大臣の英断と高く評価され久々に政治を見たと評した新聞もあった。ありがとうございます。